じゃあ、じゃあ、じゃあ、さあ、今回の企画、はい、こちら高木豊が選ぶオールスターゲーム2019ということで先取りですね、これは。悩む悩む、はい、まだ悩みますよ、本来は。いや、違う、はい、もう今年を見てからだね。そうですよ、2019の実力がどうのこうのというよりも、はい、今年を見て、そうですね、選ぶから、はい、か本来はあのファン投票で選ばれるんです、うん、今回も豊さんの独断の偏見で一択ということ、はい、いや、でもね、はい、あのオールスターの決め方って、はい、やっぱ関西地区だったら関西地区のとか西日本の、あの選手を多めに使うんです。ああ、で、こっち戻ってきたら、東に戻ってきたら東の多い近い選手を出すという、はい、なるほど。そう、俺はそうじゃない、もう平等にというか、はい、俺の主観しかない。もう地域性も関係ない。今年のまあ成績も踏まえつつってことですよね、はい、今の時点で、はい、そう、はい、ちなみに1戦目が東京ドームで、はい、2戦目が阪神甲子園、はい、じゃあ今回ちょっとパ・リーグから行きましょうか、okay、はい、まず、はい、まずポジションから言っていく。あ、そうですね。あと打順言うから。わかりました、わかりました。いい、はい、それでもいい。あ、大丈夫。あ、全然全然、はい、まずピッチャー、ピッチャー、はい、誰だと思う？もうあの人じゃないです。僕もあの人がこんだけ一緒にやらせてもらって、はい、いや、でも俺は迷ったんだけど、はい、今年有原もいいんだよ。いやー、いいっすね、有原投手。いや、だけど、はい、やっぱりこうオールスターの顔っていうかさ、はいはい、っていうことを考えて千賀。あー、やっぱりそうですか。あー、で、キャッチャーは誰？はい、自分は、はい、お前甲斐だよね。まあ、いや、迷ってました。誰と？甲斐選手か森友哉選手、うん、ちょっと俺は森。ああ、岩さん森選手。ただ千賀のフォークが止めれるかどうかっていうのは問題だけど、そこも見ものじゃないですか。いや、見ものでも俺はやっぱ今年の活躍からすると、はい、あの森からって。ああ、打ちますからね。森バズーカ、森バズーカ。まあ、バズーカじゃなくてこっちで森バズーカ打っとけ。森バズーカで、はい、ファースト、はい、これは分かるんか。もファーストはまああの人かなと思いますけど、トスカーイしかない。もうやっぱりもう山川しかない。そうですね、もう、はい、俺はもう満場一致ですか。で、まあセカンドもこの人しかいない。はい、浅村。ああ、もういや、俺はあれじゃん、鉄板じゃん、うん、で、サード。あ、サード結構サード迷ういますよ。自分はでもずっと変わってないです。誰？じゃあ松田さんですね。あ、松田さん。いや、今年、あの去年ちょっと悪かったけど、はい、去年の成績だったら全く入らないけど、はい、今年頑張ってるもんね。いや、そうですよ。ショルダーとか打ってるし。お前誰？でもレアード選手かな。あ、レアードもワンチャンあるけど。ワンチャンっすか。いや、ホームランで打ってるけど、はい、でも総合的に言えば、あ、守備とかも言えば、はい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 、やっぱマッチかな。あ、マッチ。それとやっぱこれはバリーグに入ってリーダー的になるんだ。そうですね。なるほど、なるほど。確かに。チームとして見たらね、やっぱ。まあ、レアードもいい性格してるけどね。はい。はい、ショート。はい。ショート、あー、どっちかな。もう自分の好きなタイプも源田さんなんで。あー、まあ、そっか。あと今年、まあ、ロマンスもちょっと。あの、キューピッド疑惑でしたしね。それはあんまり関係ない。関係ない。そこは違うんですか。そうだ、キューピッドは番組がキューピッド。そうですね、そういうキューピッド。あー、そうですか。そこは入れずに。で、まあ、源田と。はい。ね。外野手3人、誰？おー、これはでも、まあ、ポジションはいろいろ流動的になるかもわからないけど、はい、まあ、秋山選手、まあ、これは入ってくる、まあ、入ってるかなと思ってますけど、僕は、はい、西川選手とかどうかなと思いますけどね。西川もいいね。はい、グラシアル。おあ、グラシアル、グラシアルね。グラシアルもいいけど、俺は、まあ、荻野。あー、荻野選手、そうだった。そうっすね。秋山。はいはいはい。太田。おお、知れますね、全員。もう12球団制覇した、はいはい、太田は。いや、いいっすね、確かに。最初のホームランで12球団から打ったという。さて、はい、ここで打順組むのが大変なんだ。これが。それでやっぱり、そうですね。打順で。あのさ、はい、モルツっていう、はい、企画があるでしょ。はい、モルツ、はい。あの、OB が集まってる。はい、あの、マスターズリーグ。そうそう。はいはい、ある選手がそれまでの年に3番で打ってたの、お年寄りの人が、ね、はい、急に6番とか下げちゃったんだよ、はい、そしたらその下げたやつの首絞めてたからね。えいや、だからプライドがあるんだよ。そんなのもあるんすか。どうしたの。そうですね、首まで絞めたの。3番変えました。
やだな、なんか、まあ、そういうことはやっぱプライドで、まあ、そうですね、だからそういうのを大事にした上でじゃあ今回今年の大事にできてるかどうかわかんないけど首絞められる可能性も、その小競り合いは、まあ、これは今年の成績をあれしてるから、ああ、わかりました、いろいろ考えて、高田さんのも、はい、打順書いてて、はい、じゃあ、あの一応 DH もね、ああ、もちろん DH で、DH ありでちょっと言いましょうか、あの今もう両 DH 制入ってるんでね、そうか、はい、じゃあ DH もちょっと考慮してさあ、はい、あれだよ、名前を呼ばれたら返事するように、わかりました、1番いいか、荻野、はい、はい、あれ、ジロジロ草亀、秋、秋、はい、はい、違うでしょ、え、獣編の秋、あの日じゃなかったっけ、ちょっと調べますね、ちょっとこれ秋じゃなかったと、あれ秋だっけ、違うよな、獣編だよな、ほら、あ、違いますね、違うでしょ、で、2番秋山、おい、はい、あ、まあやっぱりあのね、ここで秋が来るんですね、うん、ここに繋いだのか、そこに引っ張られました、秋の字の書き方が違うけど、まあまあ大丈夫、書き順は一切分かりゃいい、はい、ね、はい、セカンド浅村3番、おお、いいっすよ、全然違う、書き順はちょっと言うのやめましょう、書き順は4番山川、おお、来ました、5番 DH、 はい、 DH ブラッシュ、おお、出た、あれ、ブラッシュ、そうか、ブラッシュ好きなの、さっきは言ってなかったですもんね、はい、ブラッシュの選手、ブラッシュ好きなの、来たー、ここで、はい、6番、はい、松葉、お、来ましたー、ここら辺はちょっとプライドを考えたな、え、あの、さっきの話に繋がってくるという、そうそうそう、ちょっと考えてあげた、7番、太田、はい、お、来たー、はい、太田手にいらない、あ、手にいらなかったっすね、すいません、8番森、あ、さあ、これセーブ多いな、いやー、いやもうなんか思ってました、それは9番源田、あいや、やっぱりいい選手いるな、いやいますね、やっぱ浅村選手もライオンズとして考えたら5人いますから、ね、確かに、なるほど、これはでも今年の成績とか、はい、いろいろ見て、はい、で、先発、はい、あ、そうですね、 P、 じゃあ横に書きましょうか、 P は赤使って、はい、 P 線が、はい、よっしゃ、これ抑え、2番手中継ぎに、中継ぎ、中継ぎ、宮西、はい、これは何ていうの、中継ぎか、うん、2、宮西さん、宮西投手、もう職人だ、来ました、はい、書き順違う、書き順はやめましょう、抑え、はい、松井、あー、来ましたね、ゆうきさんね、はい、なんか、異常ある、いや、もう言いようがないメンツですからね、正直グーのでも出ないですよ、やっぱ打順がちょっと悩むとこではありますよね、いや、まあ、例えばさ、はい、今年、春先にさ、はい、あれやったじゃない、WBC の、はい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 、豊かジャパンテストマッチみたいな、はいはいはい、テストマッチやったよ、稲葉ジャパン、はいはいはい、で、あの時にあの吉田がさ、満塁ホームラン打ったりとか、はい、いろいろしてたけど、はい、ちょっとここに来てちょっと成績が上がった、まあ、そうですね、うん、まあそれ考えたんだけどさ、はい、まあ、打順を組んだ時に荻野の足とかさ、うん、なるほど、ね、そういうのがやっぱ効いてきてるし、はいはい、でマッチ、はい、ね、レアードとちょっと悩んだけど、うん、まあでも総合的に見るとねやっぱ松田かなっていう、いいっすね、またその元気とかさ、はい、熱オーダーの、まあ、こうやって片足でこう回るのもいい、確かに、じゃあドスコイからの熱オーありますね、このコラボを見てみたい、確かにそれいいですね、あと森のところ、はい、甲斐と悩んだんだけど、なるほど、やっぱ森のバッティングっていうのは捨てらんないなと、あ、そうですね、はい、気が抜けないですね、この場所、気は抜けないよ、お前、いや、もうやっぱミスよ、これ、ね、太田選手がめちゃくちゃいいですからね、今年、いや、もうね、太田はいいあのね、気持ちがあるプレーに、あー、まあまあ、いい選手といえばさ、はい、まあ、中田翔がいたりだとかさ、あ、そうですね、いっぱいたくさんいるんだけど、まあ今年はこうかなっていう、なるほど、そうっすね、豊さんが選ぶということなんですね、そうそう、はい、
いいと思います、これは本当に。はい、はい、まあパ・リーグはですね、パ・リーグはこうなりました。はい、なるほど。オールスター楽しみだね。楽しみですね、これ。これと見比べてちょっとまた楽しんでもらえればなと思います。まあそういうことで、はい、皆さんの意見はどうでしょうか。はい、ね、はい、